はるです。ご視聴ありがとうございます。私、数日後に一時帰国をするんですが、そのためにお土産を買ったのでご紹介します。たくさんあるので見応えのある動画になるんじゃないかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。買った場所別にご紹介をしていきます。まずはモノプリっていうパリ市内にたくさんあるスーパーですね。そこで買ったものからご紹介していきます。スーパーなので結構手頃な価格で買えるものが多いです。じゃあまず一番たくさん買ったのがこちらのクッキーです。じゃじゃん。これね、すごいサクサクしてて美味しいんですけど、モンサンミシェルの絵が載ってて、モンサンミシェル内にもたくさんこれ売ってるんですけど、パリ市内のスーパーにもモノプリに限らずどこでも売ってるような気がします。おー、6個買いました。はい、もう一つお菓子、これ私食べたことないんですけど、すごいフランスではポピュラーなお菓子なんです。で、続いてこれ、私このチョコが本当に大好きです。中にミルクが入っていて、甘い食べやすいミルクチョコレートです。スーパーとかで買えるチョコの中では一番私はこれが好きです。続いてこちら、あの日本にヤンヤンつけ棒っていうお菓子があったのご存知ですか？あれにすごい似てるんですけど、こんな感じで細長いクッキーと、あとチョコレートソースがセットになっていて、で、こうディップして食べるものです。なんか小学生のお子さんとかいる人とかにあげようかなと思って買ったものです。このヌテラっていうチョコレートクリームがすごくフランスではポピュラーで、うちにもあるんですけど、パンとかにつけて食べるんですけど、それもお土産にもいいんじゃないかなとも思います。今回はお菓子のこちらにしてみました。この赤いチェック柄のパッケージ、ボンヌマモンっていうシリーズです。このボンヌマモンのお菓子は日本にも売ってるものがあるらしくって、何が日本に売ってて何が売ってないかがちょっと分からなかったので、あんまり私はボンヌマモンは買わなかったんですけど、キャラメルのソースが入ったタルトみたいな、私がフランスのスーパーで買えるお菓子の中でチョコで一番好きなのはこれで、チョコ以外で一番好きなのはこれです。続いてこちらのハリボーを買いました。なんかハリボー日本にも売ってあるしなって思ったんですけど、なんか私の中でヨーロッパイコールハリボーみたいなイメージがあって、私自身も好きだし、小学生ぐらいの子供がいる友達みんななんかグミが好きってよく聞くので、ちょっと買いました。でもハリボーってドイツの会社らしいですね。で、そのハリボーもう一つ、すごいたくさん入ったこのボックスを買いました。なんと 750g もグミが入っています。これは私のめいっ子ちゃんにあげようと思って、めいっ子姉妹なんですけど、2人で仲良く食べてねって思ってあげます。はい、続いてこれ、このオレンジを乾燥させてチョコレートをコーティングしてあるやつ、モノプリでお菓子いっぱい買ってる時に私の友人が前これが好きって話しているのを思い出して買いました。で、続いてはこれ、これね、トリュフのパスタソースなんですけど、これモノプリブランド、モノプリ限定のものです。これがめっちゃ美味しい。これもう大好き。で、これ私本当はいっぱいもっと買いたかったんですけど、最後の1個で1つしかなかったんですよ。普段から常備してるぐらい好きなんですけど、ないこともね、ちょこちょこある。で、このパスタソースに、これパスタなんですけど、このパスタの麺にトリュフが練り込んであるんですよね。トリュフ味のパスタに、このパスタソース、トリュフ味のパスタソースをかけると最高。もう普通のパスタにこれかけてももちろん美味しいけど、これとこれのセットが本当に最高です。で、続いて私の大好きなボンマルシェで買ったものをご紹介しますが、私は今回ボンマルシェで買ったけど、全く同じものがモノプリとかスーパーに売ってることもあります。まずこちらが初めて買ったんですが、コーヒーです。で、これね、味もどうかわかんないんですけど、エッフェル塔と凱旋門で可愛いなぁと思って、これはコーヒー好きの母とおば、あの双子なんですけど、母とおばにあげようと思います。これが私めっちゃ可愛いと思って、紅茶とかコーヒーとかに添えるお砂糖ですね、角砂糖。パリのエッフェル塔とか凱旋門の形になってるんですよ。なんか他にもお花とかいろんなバリエーションがあったんですけど、やっぱりフランスっぽいのがいいなと思ってこちらにしました。続いてフランスの紅茶といえばこの2つのブランドじゃないかなと思うんですけど、まず1つ目がこちらのマリアージュですね。こちらマルコポーロっていう、これうちにもあるんですけど、すごく美味しくて気に入ってます。
で、続いて、これなんて読むかな、ダンモンかな。これは別の香りのやつはあるんですけど、なんか調べたらこれがなんか人気って出てきたので買ってみました。クッキーなんですけど、スプーンの形になっていて、これをソーサーに添えてお出しして、砂糖とか入れてこれで混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜした後このクッキーそのまま食べるみたいな。フランスのカフェに行った時にこれが出てきて、可愛いって思ってたら全く同じものがボンマルシェに売ってあったので買いました。塩バターキャラメルです。まあ、パンとかにつけて食べたり、クラッカーにつけて食べたりするものなんですが、こっちの左側が塩バターキャラメルにさらにココアが入ったものです。塩バターキャラメルは本当に私の大好物。なんかナッツですね、こんな感じでおしゃれなナッツ。これは父のおつまみになるかなと思って買いました。はい、続いてこちらのニンニクです。なんかまあね、日本にも売ってそうな気はするんですけど、買いました。ニンニク漬けで、あ、これはモノプリでも全く同じものをね見ました。トリュフ塩です。じゃん、これは私食べたことがなくって、友人に教えてもらったんですけど、お肉を適当に焼いてこれかけるだけでめちゃくちゃ美味しくなるらしい。トリュフのチップスを2つ買いました。これもおつまみになるかなと思って、まあ父が食べるかなと思って買ったんですけど、このトリュフのチップス、私は2つ別のメーカーのものを買ったんですけど、他にもいろいろありました。でも試食もないし味の比較ができないので、私はもうパッケージで選びました。以上がボンマルシェの食品館で買ったものです。で、ちなみに数ヶ月前にボンマルシェの食品館で買い物をして、あと買ったものをご紹介している動画上げてるので、もしよかったらそちらも後ほどご覧ください。続いてここからがいろんなお店でちょこちょこ買ったものなんですが、パトリック・ロジェっていうチョコレート屋さんです。まずこちら丸っこいチョコがこのパトリック・ロジェの定番なイメージで、私の中でなので、その丸いのが9個入っているものです。続いてこれもうね、ケースからかっこいいんですけど、これはこのパトリック・ロジェの中ではかなり手頃な価格でした。続いてはこのヴィトンなんですけど、チョコレートです。これもこの2つ買いました。まずこちらがタブレットタイプのチョコレート、ダミエの柄みたいになってます。これ試食させていただいたんですけど、めっちゃ美味しかったです。で、もう一つこれ、この細長いやつなんですけど、チョコ自体は私的にはこちらの方が好きだなって思ったんですけど、これのこのリボンもかけてあって、このタグっていうんですかね、これもついてる、この感じがめっちゃ可愛いと思って、パッケージはこっち、中はこっちが私は好きだなと思って。ヴィトンの展示会みたいなのをやってて、予約すれば展示会には無料で入れるんですけど、その展示会にカフェとショップが併設してあって、そのショップで購入できます。そのカフェもね、めちゃくちゃ素敵なんですよ。でもカフェとショップは、展示会に入らなくても行くことができます。ただ結構混んでて並んでたりします、カフェは。で、このチョコレートしか買ってないのに、バッグとかを買った時と同じようにこの立派なヴィトンの袋に入れてくださるのもすごくテンションが上がって、これめちゃくちゃおすすめです。はい、続いてヴィトンつながりで、フォンダシオン美術館って言って、ルイ・ヴィトンが所有している美術品を展示しているあの美術館があるんですけど、そこのグッズのトートバッグです。で、まあ、A4 サイズもすっぽり入るトートバッグ、作りはしっかりしていると思います。これは母にお土産です。キャリーバッグがお土産だらけになることが予想されるんですが、もう次いつ日本に帰るかわからないので、このようにたくさん買ってしまいました。もし参考になるところがありましたら、チャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。